なんでこんなかっこいいのもうかっこいいかっこいいかっこいいもうずるいよねもうこれ落としにかかってくる自分で扱っててさ頭がバグるんだよねはい皆様こんにちはこんばんはゴローピオです今日は、えー、私がですね龍が如く8で使った MOD の紹介をしていこうと思ってますもうね龍が如く8もほとんどプレイしちゃって、えー、残すはね ハワイのファイナルダンジョンと桐生さんの,あのエンディングノートがちょこっと残ってるぐらいなんですけどまあこれ2周目なんでほとんどもうプレイしちゃってて残ってるのがそれくらいなんですよねこれで終わりというか、うんまあ、やり尽くしたなという感じなので、えー、ここでねまあ いろいろモッドも入れて使ってみたので、まあ、その感想とかね紹介とかもしていこうかなと思ってます。はい、えー、これマジマさんですね。これマジマさんで、えー、黒髪の黒髪の乱れ髪ですね。このマジマさんとこちらの白いハチマキハチ巻きをしたダイゴさん。 この2つは私のモットです。はい、自分であの好きで入れてます。マチマさんはねこの黒髪の乱れ髪のすごいかっこいいよね。すごい好きでもうずっとこれずっと入れて使ってます。カスが1番のねところとかまああのキリュウさんのところにマチマさんのモットを入れてキャラを変えてます。 でダイゴさんこのダイゴさんもねすごいお気に入りであの白いりょ漁師スタイルって言えばいいのチ <laughs> 巻きしてるダイゴさんでこれすごい気に入ってんで私が自分で入れてますこれねあの配布されてるモッドの中でね見てるとダイゴさんってあのみんなチ巻き取ってる普通の髪型っていうのかなあのノーマルな モッドはねいっぱい見かけるんだけど、うん、どっちかっていうと私この鉢巻きスタイルが好きなんでもうここは自分で自分で <laughs> ぶち込んでますはい。いいでしょ <laughs> ダイゴさんはね一番のところに入れたり難波さんトミートミトミザですねトミのとこに入れたりしてるかな。 うん、もうねなんかずっとこの2人はスタメンでずっと使ってるのでもうなんか普通っていうか愛着が湧いててもこれが私の龍 <laughs> がごとく8っていうかもうこ,れはこのイメージになっちゃってんで <laughs> 今更もうねなんかあんま変える気もしないというかもう,もうこのまま最後までいこうかなと思ってます。 これ、真島さんもね、アロハシャツ今着てますけど、ふんどしにしたりね、あの、かっこいいスーツにしたり、いろいろ着せ替えねして、あの、楽しいよね。好きなキャラがね、いろんな服着て。<laughs> うん、このアロハはね、ンニャガラです。うん。いいでしょかっこいい。 むちゃくちゃかっこよくないもうすっごいかっこいい使っててため息出てくるもんなんでこんなかっこいいのもうかっこいいかっこいいかっこいいもうずるいよねもうこれお年にかかってくるえっとねこれはねえー、真島さん大悟さんえじ島さんの衣装を、えー、いつものねいつものスタイルに変えちゃうよっていうモッドですえー 8だとねなんか田舎であの漁師スタイルっていうのあれ <laughs> 何スタイルっていうのあの田舎の長靴履いた漁師,漁師スタイルなのかな <laughs>、えー、この漁師のねスタイルじゃなくていつものあのおなじみのねスーツとね冴 <laughs> 島さんはねあのグリーンのねフードがついたいつものダウンというかジャケットで真、まあ、島さんもねいつものヘビ柄の。 さんはスーツ、うん、こ,のこの衣装にこの衣装に変えるというやつでこれはねやっぱ昔からね、えー、龍河如くの三島が好きな人たちはねやっぱいいなって思うようなモットじゃないのかなと思います。で衣装関係だとあとはねあのいろいろなコスチュームにね、えー、着替えれるっていうこのタイプとか。 あと、えー、水着ね、えー、街中で水着になれるよっていうモットでこれはねあの序盤ですねゲームの序盤まだあのジョブが解放とかされてない時ってあの着替えとかできないじゃないですかでそういう時にあのこれを入れてました水着ってあの実装されてるんですけど最初の頃ってあの好きに着れなかったし あの水着ってあのワイキキのねビーチに海に入ると泳ぐ時に自動で水着に切り替わってで陸にね砂浜に上がっちゃうと自動でまた今まで着てた服に着替えるみたいなそういう感じだったんで、えー、このもと入れると普段でも陸地でもあのワイキキのね街中でも水着でずっといられるってやつで。 これね、やっぱワイキキが舞台なんで、やっぱ水着着てね、丘サーファーとかするとすごい開放感があるというか、楽しいというか、似合うよね、映える。うん。すごくね、これ、好きです。私はね、ちーちゃん。ちーちゃんにこの黒のビキニをずっと、あの、つけさせて、<laughs> 街中いました。あの、前半ってさ、ものすごくさ、ちーちゃんの ウエイトがでかいじゃん。後半もね、後半もちーちゃんのウエイトがあるんだけど、かなり。あの、前半って登場キャラっていうか、あの、仲間パーティーメンバーが少ない中でさ、ずっとちーちゃんが、こう、女の子ね、女性でずっとハワイでこう、ヒロインっていうか、ね、そういうポジションなんで、あの、なんかよ、よ普段のね、黒いスウェットじゃないけど、あの、ヨガっぽい服 とかじゃなくてやっぱ水着にしちゃったな。可愛いもんね。ちーちゃん水着。<laughs> いいよね。別に。うん、後半になるとね。もうあのソンヒ様ソンヒ様が好きなんでソンヒ様に変わっちゃうんですけど。<laughs> あ、あとね。あのそうそう。あの途中。 途中てか1周目はねそ,のそういうモッドをほとんど入れずに遊んでたのであれなんですけどあのもう一個ねすごいおすすめなのがあのこのフルパーティーフルストーリーっていう、えー、パーティーメンバーを自由に組めるというモッドで、えー、いわゆるストーリーとかにね関係なく序盤から長様とかハン様ももうパーティーに組めるし孫妃もね、えー、組めちゃうし。 あのパーティーメンバーがこう離脱するじゃないですかストーリーで離脱してあの使えなくなるとかそういうのもこれで解消できたので本当に自分の好きなメンバーでずっと組んで、えー、育てて遊べるというこれはねすごくいいと思う特に趙様ハン様のファンの人は最初から使えて嬉しいよね だってさ長様ハン様ってあの遅いいじゃん加入がすごいもうさ終盤だからさもうパーティーメンバーはジョブ含めてもうかなり育っててさもうこのパーティーメンバーの中に今更入れても <laughs> 使えないっていうかまあ一からね育成すれば使えるけどめんどくさいとかなっちゃうよね。 もう追いつかないだってもう終盤なんだもんハンサとかうんだからこれはねあのスチーム版をやる人にとってはとてもメリットかなって、うん、ただねちょっとバグっていうかいろいろあの問題というかバグもあるので、えー、導入される方はよくちょっと確認をしてから、うん、入れていただいた方がいいかなと思います えー、あとね、えー、これがシステム的なものになるんですけれど、えー、どんどこのどんどこ島のね、えー、満足度と人これはねまああのー、最初はね私も使わずにコツコツやってたんですけれどとにかくさ真島建設のヘルメットをさ自宅にね敷き詰めるという。 膨大な量をね、とにかく、真島建設のヘルメットばっか作ってさ、もう並べてっても、もなんか何やってんだろうみたいな。<laughs> もう何やってんのっていうような気持ちになっちゃって、これだけは。なんで、これはね、早い段階で入れましたね、もう。うん。これはね、もう早い段階で入れました。だってさ、もう、 なんか真島建設のヘルメットしかずっと作ってないの <laughs> なんかもうなんだかなってなっちゃって、うん、これはねもうしょうがないあの龍河如くってあのサブイベというかミニイベ面白いのもね結構多くて楽しいんだけどこのこのミニイベントミニゲームをクリアしないと メインのストーリーリが進まないぜみたいなそういう強制的に、えー、ミニゲームをやらなきゃいけないっていう時は結構しんどいよね。そのミニゲームがさあの得意不得意もあるしさ面白いつまんないもあるし <laughs> うんで特にどんどことなんて時間がさすごい拘束されるからさもうちょっとってうん,なんかその辺もうちょっと選べたらもっといいのになって後で遊ぶみたいな。 ミレミアムアドベンチャーで遊ぶとかね、うん、なんでまあ今回はねこれは入れた、こういうモットはねほとんど使わないんですけど、どんどこのこれだけは入れました。今回は、えー、私が龍が如くハをプレイするときに使った、えー、モットをいろいろご紹介させていただきました。えー、いかがでしたか？ なんか面白いなとか興味が湧くなっていうようなものがあったら、うん、よかったかなと思います。これからも、えー、龍が如くのねキャラクターを、えー、応援していくような、えー、また、えー、ハッピーな気持ちになれるようなそんな動画をね、えー、作っていこうと思っていますので、えー、これからも、えー、どうぞよろしくお願いします。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、えー、高評価ボタンどうぞよろしくお願いします。またね。